疲れたー。こちらユーハー始まりましたございます。今回の動画ですね、冒頭でね、見えたと思うんですけれども、僕の大好きなコストコの動画を久々にね、撮ろうかなということで、いつもだったら爆買いっていう感じで何買ったかってね、紹介してると思うんですけど、まあ、全てがね、あれ、おすすめでは別にないんですよ。で、僕、コストコ歴ね、だいたい3年ぐらい。で、月に1回ぐらいはね、必ずコストコ行ってます。で、もちろん、会員登録してちゃんと行ってますからね。今回の動画は、そんなコストコ歴3年の毎月行ってるやつのおすすめベスト5紹介してみたよ。食べ物編です。まあコストコだったらね、食べ物かなということで、僕がおすすめする食べ物ベスト5がね、この中に入ってます。ちょっと一回下ろします。コストコのね、食べ物ってね、本当にね、うまいし、量も多いし、なんか満足度が高い印象がありますね。で、3年かかってね、まあ日々ね、買っては食ってをね、繰り返してようやく見つけ出したベスト5です、この中は。まずじゃあ早速5位からね、行きたいと思います。僕の中ではね、これ半年ぐらい前からもうずっと買ってますね、言ったら。第5位はこちら。コストコ限定かはわからないんですけれども、白いプリン6個入り898円のね、このプリンがね、めちゃくちゃうまい。ちょっとね、これ変わってるプリンなんですよ。6個で898円はね、ちょっと高いかなって思うんですけど、マジでうまいんですよ。こんな感じで。なんかね、昔恐竜のアイスでね、こういうやつがね、あったと思うんですけど、ここにピンクのね、留め具みたいなのがついてて、それを取ってお皿にね、プンってやるとプリンがね、出てくるっていう感じ。ちょっとこれ一回食べてみますね。上のやつじゃなくてこの辺をカットしたら多分プルンって出ます。たまにね、失敗するんですよ。わー、来た。これですよ、これ。このプルプル、なんかちょっと見た目は生モッツァレラチーズみたいな感じっすね。ここにカラメルソースをお好みでかけて食うっていう感じっすね。これがめちゃくちゃうまい。うわ、最悪や。一応お箸は準備してたんやけど、スプーン入れとくん忘れた。これ本当にうまい。いただきます。うまい。今までにないプリンっていう感じで、めちゃくちゃうまいっす、これ。素晴らしい、これは。じゃあ引き続きコストコの美味しいものベスト5の第4位やっていきたいと思います。第4位はこちら。多分知ってる人あんまりいない、ナチュラルチーズ4種類でございます。これがね、マジでうまいっす。これね、1400円ぐらいかな。で、4種類のチーズが入ってて、まあ、ちょっと辛めのやつとか、チェダーチーズとか、まあ、ブルーチーズとかかな。これね、しかもね、 900g ね、入ってて1400円なんですよ。で、4種類のチーズが入ってて、これがね、マジでおすすめです。で、僕が一番おすすめのね、食べ方なんですけど、普通にね、おつまみとしてなんかワインとかで、まあ、食べるのも全然いいんですけど、これをね、トースト、まあ、パンに乗せてオーブントースターで焼くとね、これがね、めちゃくちゃうまいんですよ。で、今実践しようかなって思ってたんですけど、後々にね、まだ食べ物がね、3つくらいあるんで、それもね、ちょっとずつ実食していくんで、ちょっとね、これは朝に食いたいかなということで、今夜に撮ってるんで、これは保留っていう感じなんですけど、これをね、マジでトーストに乗せて食ったらね、うまいんですよ。チーズ好きな人だったら、これはね、買いです。これをね、1年ぐらい前かな、に見つけて、そこからずっとリピ買いでなくなったら買ってるっていう感じで、こちらは第4位に認定します。じゃあ続いて、第3位発表していきたいと思います。これはね、売ってる時とね、売ってない時があるんですけど、売ってたら確実に買う第3位はこちら。コストコの超巨大サンドウィッチですね。このボリュームでお値段1480円でございます。これがね、マジでうまいです。これはね、だいたい夕方にはね、売り切れるっていう感じですね。あったらもう絶対買った方がいいです、これ。やっぱね、夜にかけてこれあんまり作らないんで、売ってないんですよね。で、特におすすめなのがハムとレタスのこのサンドウィッチです。で、このね、パンがね、めちゃくちゃうまいんですよね。で、ハムもね、こんぐらい分厚いんで、食べ応えがあってね、これすごい好きです。あ、間違いない。これほんまに朝ごはんに最高やねんな。あったかいのが好きな人は、トースターで焼いてもね、全然 OK ですね。食べた時に、サクサクっていう感じで、いい感じにね、なるんで、そちらの食べ方もね、普通に美味しいですね。これとコーヒー完璧。ハムにチェダーチーズついてんのもね、めちゃくちゃ最高っすね。マジでうまい。ということで、残るところもラスト。
2品でございます。第2位はおなじみのこちら、マスカルポーネロールでございます。こちらお値段こんだけ入って698円でございます。この量ですよ、やばくないっすか。ディナーロールはね、あんまりね僕買わないんですよね。こっちのマスカルポーネ派っすね僕は。これがね、あーいい匂い、もうバターの香りがすごいする。あ、うまい。こんだけ入って698円はめちゃくちゃ安いな。まあ1ヶ月くらいはパンには困らないですね、これ。これで普通にカレーパンとかもうまいし、ビーフシチューとか、まあシチューとかにもぴったりかなっていう感じ。で、朝ごはんにハムとスクランブルエッグ食ってもいいしっていう感じで。まあ2位の理由は、普通に安くてこの量でうまいっていう、この3拍子揃ってるっていうのが2位の決め手ですね。ということで、コストコ食べ物おすすめベスト5の最後です。第1位はこちら!もう絶対買います、これ。あったら第1位はこちら、じゃじゃーん、サーモンとマグロのお寿司でございます。これがねマジでうまい。ちょっとね、色味がちょっとねあまり美味しくなさそうなんで、色味落として皆さんに見せます。もうね、ネタの大きさがねこれ尋常じゃないんですよね。もうサーモンのねネタとかもこんぐらい分厚いっていう感じ。これでね、お値段1980円、決して安くないんですけど、食べた時の満足度がもうめちゃくちゃいいですね、コストコのお寿司は。これはね、本当にネタの鮮度がね、最高ですね。で、サーモンが、なんかちょっと、ネットで調べた情報なんですけど、ノルウェーからね、輸入してるらしいんですけど、輸入する間、一切ね、冷凍してないんで、鮮度がね、すごい保たれてるんですよね。だからサーモンはね、本当に、この辺の寿司屋とか行ってもね、その寿司屋を余裕で超えてくるっていう感じ。まあ、高級寿司店とかだったら、まあ、超える可能性あるんですけど、僕はね、コストコのサーモンの寿司がめちゃくちゃ好きなんですよ。で、マグロも好きなんで、これはね僕にとってはもう最高の一品。ちょっとねここのマグロがね持って帰ってくる時に潰れちゃって押し寿司みたいになってます。で、コストコね他にもなんかこういう四角いねお寿司48回目のやつかあるんですけど、あれはねちょっとね量が多すぎるのと、僕があんまり好きじゃないネタもあるのと、一人じゃ食えんっていう量なんですよ。まあ二人だったらギリ食えるかなぐらいなんですけども、多分めちゃくちゃ腹いっぱいになりますね。4人前か5人前ぐらいの寿司なんで、そんなに気軽に買えないんで、だったら僕はもう好きなお寿司のこの2種類セットでええやんということで、こちらを買いました。ちょっと早速今から実食したいと思います。醤油もね、わさびもちゃんとついてるんでね、これはもってこいですよ。じゃあまず、サーモンからいきたいと思います。分厚いこれ。このネタの分厚さですよ。やばくないっすか?分厚いで、いただきます。これはうまいわ。もう一瞬で溶ける。サーモン好きにはたまらんよな。もう一貫。まー。サーモンはやっぱり間違いないわ。鮮度が抜群。続いて、マグロ。このうまさで、この量で1980円やったら全然ありやな。二人で食べても全然いい感じの量になるんで。まあ、あと味噌汁ぐらい作れば最高の寿司定食の完成じゃないですか、これ。いやー、うまい。これはちょっとうまいなー。はい、というわけで今回の動画ですね、僕がね3年間コストコに毎月ぐらい行ってて、まあおすすめする食べ物のベスト5のねランキングをね紹介したんですけど、まあ本当に今日紹介したやつはどれも本当に美味しいんで、もう皆様の口に合わなかったら大変申し訳ないんですけれども、自信ある5個なんで、まあどれ買っても美味しいかなって思ってもらえると思うんで、ぜひコストコに行ったらね、この5品のどれかはね買ってほしいかなって思います。個人的におすすめなのは絶対ねお寿司なんで、ぜひ売ってたらね買ってみてください。いやー、コストコはねやっぱり何回行っても楽しいんで、行ったことない人いたらねぜひ1回は行ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね。ボーボーン。ほんまに綺麗じゃないですか、これ。ちょっと先生、魚見たないですか。けど僕ら入れないです、ね。取ってきてもらえますか。マジでこれ持たせて。そんなんいけます。え、いけるでしょう。
魚いっぱいいます、魚います、結構でかいのが取ってきてもらっていいですか。おじさんこれ防水なんですよ今いないの、さっきはいただけど、いないですか